仏法草とは、超高仏法草目仏法草科に分類される鳥である。ユーラシア大陸東部とオーストラリアで繁殖する。種商名ウリアンタリスは、東洋のノイで、仏法草科では本種のみ、ユーラシア大陸東部にも分布する。日本には、夏鳥として飛来し、本州、四国、九州で繁殖し、冬は、東南アジアにわたる。全長約30センチメートル。 私有同色で、頭部は黒褐色、お葉は黒色。喉は群青色で、胴体は光沢のある青色の羽毛で覆われ、この羽毛は光の加減により緑色に見えることもある。初列風雪に白い斑紋があり、翼を広げるとき、飛翔しているときには目立つ。くちばしと足は赤大色である。生息域内では平地から山地まで分布し、 水辺に近い森林に生息する。軌道を巣にするが、木製の電柱やダムに設けられた排水口等を巣として利用することもある。なお、木製の電柱での繁殖は、西南日本が多く、中部地方以北では、神社仏閣の林や船林を主要な繁殖場所としている。植生は、動物食で昆虫類等を食べる。獲物は飛翔しながら捕食する。そのため、 高木の枝や谷間の上を通過する高圧線などに止まり、昆虫類を探していると思われる個体を観察することが多い。その場合、ヒタキ類のように同じ場所から飛び立ち、捕食に成功しても失敗しても、ほぼ元の位置に帰るという行動を繰り返す。繁殖形態は、男性で1回に4から6個の卵を産む。巣の中や周囲には、貝類の殻、プルタブや、 瀬戸物のかけらなど、光沢のあるものがあり、仏法僧がこういったものを集めることが知られている。この習性は、ヒナがこれらの硬いものを飲み込み、消化器官の砂能に入れておくことで、昆虫の硬い殻をすりつぶすために、親鳥がヒナに与えていることが明らかになっている。森の中で、夜間、武法草を解こえ、仏、法、 僧の美穂を象徴するとされた鳥の鳴き声がこの鳥の声であると信じられてきたため、この名が付けられた。しかし、実際の仏法僧をよく観察しても、ゲッゲッゲッといった汚く濁った音の鳴き声しか発せず苦段の鳴き声を直接発することが確認できないため、声の仏法僧の正体は長く謎とされた。結局のところ、 この鳴き声の主は袋梅のこのは族であり、このことが明らかになったのは、ラジオ放送が契機となった。1935年6月7日、日本放送協会名古屋中央放送局は、愛知県南下原郡宝来寺村の宝来寺山で、部放送と鳴く鳥の鳴き声の実況中継を全国放送で行った。その放送を聞き、鳴き声の主を探した者が、 同年6月12日に山梨県神座山で仏放送となく鳥を撃ち落としたところ、声の主がこのハズクであることが分かった。時を同じくし放送を聞いていた人の中から、うちの飼っている鳥と同じ鳴き声をするという人が出てきた。6月10日にその飼っている鳥を鳥類学者黒田朝霊が仮受け見せてもらうと、 その鳥は、このは族であり、山梨県神座山で撃ち落とされたのと同日である6月12日の早朝に、この鳥が、う、ぼうそうと鳴くところを確認した。その子のは族は、東京、浅草の傘店で飼われていたもので、生放送中、ラジオから聞こえてきた鳴き声に誘われて、同じように鳴き出したという。この二つの事柄がその後に行われた、日本長学会で発表され、 長年の謎だった鳴き声、部ソウの主は、このハズクだということが、初めて判明した。リースとコンサーン絶滅危惧アイビールイ近年、全国的に減少しており、環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧種に指定されている。広島県や岡山県、長野県天竜村では巣箱による保護で、繁殖個体数が回復し、徐々に増加しつつある。 山梨県美信町や宮崎県高原町、岐阜県美野市、長野県木曽町の仏法総繁殖地が天然記念物に指定されている。ABCDEFGHI 金内拓やほか、3K 繁ズガン7、日本の野鳥、大和警告社、2001年、第二版ピアニッシモ、402から403。 ISBN 978から46億3 5百7万72二聞声と羽でわかる。野鳥図鑑。158ページ。電柱を映像場所にする仏法僧エウリュストムス。ウリアンタリスの繁殖文句。日本野鳥の会。2021年7月7日閲覧。ABCDF e 中村博史。蘇れ。仏法僧。山戸警告社2004年初版発行。 ISBN4 から635230007ダーウィンが来た生き物新伝説里山の美しき鳥森の宝石仏法層意外な食生活 NHK 2012年10月28日放送鳴き声と羽でわかる野鳥図鑑158ページ午後9時55分から30分間放送しその間よく泣いたが放送中や放送後にゲストの配信 小木原清聖泉水、家人、川田淳、愛知県史跡天然記念物調査員、梅村仁太郎の3人の話がうるさいという非難の電話が殺到した。これを踏まえて、翌6月8日はゲストを呼ばずに、泣き声だけにすることにし、前日と同じく午後9時55分から30分間、放送したところ、この晩もよく泣き、放送終了後、前日とは、打って変わって、 絶賛の電話が殺到した。蝶類レッドリスト2006年版による変更。仏法層の巣箱設置による保護活動について。日本野鳥の会。2021年7月4日閲覧。ありがとうございます。